you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということでハロウィンも終わりまして、もうすぐクリスマスでございます。今日はツイッターでまたリプライをいただいたんですけど、チーボーさん、水原クリスマス限定の新商品が発売開始したみたいです。というリプライをいただいたので買ってきました。ミスタードーナツ、パリブレスト、ポンデリース。ミスタードーナツさんからクリスマス向けに新しいドーナツが出てました。で、なんかこんな感じでリラックマのお皿、こんな感じのお皿が24日から発売みたいです。今日はドーナツだけ買ってきたので早速食べてみたいと思います。おー、感動の一瞬。こちらが今回ミスタードーナツからクリスマスに向けて新発売になったミスターパリブレスト。フレーバーはチョコブラウニー、ストロベリー、アマンドの3種類があります。サクッと焼き上げられたリング状のシュー生地に2種のホイップクリームが交互にサンドしてある新商品です。同じくポンデリースも3種類発売されていました。チョコ、ホワイトチョコ、ストロベリーがありましたが、今回はホワイトチョコを買ってきました。 We wish you a Merry Christmas。 店員さんめっちゃいっぱいフォークとナイフ入れてくれてる。店員さん、クリスマスらしくてめちゃめちゃ可愛いです。これはこういう食べ方でいいのかな。ジングルベール。これはもうこのままカプッといった方がいいよね。外の生地はシュークリームでもないし、パイシューみたいな感じの生地になってます。表面にはね、すごいチョコレートがコーティングされてて、中にはしっかりこう2種類の生クリームが中にサンドされてます。なんかすごい不思議な食感です、これ。なんかちょっとなんかスカスカですけどね。スカスカドーナッツみたいな。スカスカドーナッツみたいな。ストロベリーもめちゃめちゃ可愛いです。ザ・イチゴ。ストロベリーはこの上にフリーズドライのイチゴが乗ってて、チョコレートほど甘くないので口当たりが良くてすごい美味しいです。アマンドは一番シンプルな感じです。このうまさ、アマンド飛行機うるさいな。アマンドはピーナッツクリームみたいな感じの味になってます。あ、これもなかなかね、食べやすい味です。あー、コーヒーがうまい。ポンデリースも行ってみましょう。表面にカラフルスプレーが乗っててクリスマスっぽいです。安定の美味しさ。やっぱこれはポンデリングに普通にチョコがコーティングしてあるだけなので、かなり安定の美味しさです。まあ、うちは食べるならストロベリーかアマンドがおすすめな味です。なんかミスド史上最強なんじゃないかってくらい全体的に甘いドーナツになってます。ということで、甘さが強いような感じもしましたけど、サクサクの生地とクリスマスらしい可愛いデコレーションがすごい美味しいドーナツでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はミスタードーナツさんからクリスマスの新商品ミスターパリブレストとポンデリースを食べてみた動画でした。なんか初めて食べる感じのサクサクのシュー生地でした。結構ね、甘さが強いんですけど、コーヒーなんかと一緒に食べるとすごいいいんじゃないかなって思いました。クリスマスらしいすごい可愛いドーナツなんで、気になる人はぜひ買いに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイクリスマス。なんか糖尿病になりそう。